También me gusta yo acá en Japón. テロップ出そう。カレンコン、こんにちは。カンズスコアウチチェックありがとう。ナーボディ服は10個ありがとう。セブン。お星様10個ありがとう。ミケちゃん服は10個ありがとう。皆さんこんばんは。ミケちゃん服は10個ありがとう。どこでもドア。お兄さん笑顔。あ、どこでもドアタワー。あ、画用紙買った。セブン服は10個ありがとう。画用紙、画用紙買ったんだ、帰りに。今日はお話し会ありがとうございました。メイド、ジャージのメイド、そうタカありがとう。ケちゃんありがとう。ナマステ、セブン、キムコ、セブンありがとう。どこでもドア、ナルセありがとう。どこでもドア笑顔。鬼さんタワーありがとう。鬼さん今日までだよね。ノブ、ダルセありがとう。坂文ありがとう。写真会行きます、待ってます、ありがとう。カメラの向きいつもと逆の気がする。まあ、いっか。ありがとう。2日連間、はい、本日イベント2日目です。星だけ完了ありがとうございます。今日も皆さんとお昼もね、配信ちょこちょこつけたさせていただいたんですけど、そこでもうすごい皆さん頑張ってくださって、なんと3位からね、結構間があったのに2位に上がったんですよ。すごいありがとうございました。もうめちゃめちゃうれ上着が来ました。めちゃめちゃ嬉しくて、そう、まあでもちょっとね、まあそれは相手も本気ですからね、みんな本気ですから。カンズありがとう。それはまあ抜かれるだろうなとは思ってましたけどね。はい、あのあまりへこみすぎず、しっかり前を向いて頑張っていこうと思います。
ありがとうございます。この配信は24時まで行うので、最後までよろしくお願いいたします。今日も目指すは1位というのは変わりません。よろしくお願いします。そして、あの3時になったら更新されてるので、ミッション朝やってまだやってないよって方は夕方のミッションが、ノーバディ福岡一ありがとうできるので、ミッションクリアしてほしいです。そして明日からはですね、バレンタインキャンペーンも始まるので、多分無料でバレンタインギフトももらえると思うんですよ。毎日か何日かに1回なので、明日からはそちらの方もチャレンジからゲットしてほしいなと思います。ひろふみ、ふこあち、じっこありがとう。なべなべ、くまさん、ありがとう。そして、あの無料のギフト、ミッションとかでゴールドをゲットしたりして投げるときとか、あと星様、キラキラ星を投げてくださる方、本当にありがとうございます。ただ、SMS 認証、自分のプロフィールのアイコンをタップして、お名前の横に緑のチェックマークで SMS っていうバッジがついてるか確認してみてください。そちらがついてないと、なんと投げてくださっても無効投票になってしまいますので、応援してます、ありがとうになってしまいますので、しておいていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ここから追い上げたいと思ってます。タカありがとう。ピエール深内ありがとう。そして鬼は外、福田は瀬戸内ギフトと勝手に呼んでるやつ、節分ギフトは今日までなので、皆さん節分ありがとうございました。頑張れ、ありがとう、頑張ります。コメントとかして盛り上げてくださるのもすごいめっちゃ嬉しいし、あと SNS での拡散もよろしくお願いします。カンズくま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 、お肉ま30個ありがとう。ありがとうございます。 SNS で拡散しやするときに、あの Twitter をね、こう自動でみたいなピッと押して、いや拡散の仕方もあると思うんですけど、それの時のコメントをイベント用に書き換えてるので、そちらを使っていただいても嬉しいです。あと1位になった時の海外撮影の場所が、グアムかセブかタイのプーケットだそうです。確認しまして、確認したところ、です。そう。なので私はなんかどこも行ったことなくて、行ってみたい。セブンはフィリピン。そう。プーケット、この前カホタルが言ってたとこかな、なんか良さそうだよね、プーケット。ポーションありがとう。プーケット28時間だって、マジ楽しい。そうなんだ。うわ、ゾウさんが見て、ゾウさんと遊んでる海で。せいちゃん、もくもくもくも、お肉まさんありがとう。すごっ。ゾウさんの上で水着でなんか出てる。すごっ。一日観光モデルコース。夢も広がりますね。
い？うん、本当？結構私興味あるかもしんない。こんばんは。まあまあ勝ってからの話ですけどね。みえいちけふくわっちちょこありがとう。はい、見て、今日これ買ってきたの初めてかも。なんか一人暮らしになって初めて買うかも。これね、子供の時めっちゃ好きだったんだよね。キリのスティックついてるやつ知ってる？マシメンナナミン。ちょこちょこありがとう。ゾウさんチクチクしてそう、かわいい。え、初めて見る？嘘、初めて買った、一人暮らしになって。なんかこういうやつで、そう、美味しそうでしょ。ここにキリのチーズで、これがスティック。キリ好きなんですよ。そう、これをね、キリに、これキリのチーズなんですけど、確かにヤンヤンつけ棒みたい。確かに私ヤンつけみたいなの好きなのかもな。え、うまっ。高文福はうち、ありがとう。フィラデルフィアも好き。なんだそりゃ。これは冷蔵庫で冷やしてる。用冷蔵です。普通にチーズコーナーにある。めっちゃ美味しい。はい。めっちゃ、見て。こんだけしかチーズないのに、こんなにたっぷりつけたやつあげます。はい。いいな。うま。綺麗によく煮たチーズ。そうなんだ。落花生まぶされてる。確かに。これがね、3つ入ってるんです、ここに。こんな感じで。キリーは豊かな自然の中で育てられた牛から取れる新鮮なミルクと生クリームから作られています。キリーをベースに作られたチーズディップと香ばしいクラッカー、マジこれうまい、大好き。目黒の工事ありがとう。クリーム鼻につけてみる。いいよ、はい、やりな。どうぞ、ほれ、ぬれぬれ。フランス直送。赤やんこ、赤やんこ。うん、すごい。2位まで25万日狭まった。すごい。50万近くあったのに。お庭外、10個ありがとう。タカ、コワイチありがとう。うまっ。クロさん、レインモスターありがとう。何を競ってる？あのね、こちらのイベントに勝つと、3位までに入るとなんと完全自己プロデュースの写真集を出すことができます。
熊高福和ちありがとう、みげちゃんレインボースターありがとう、フェノム福和ちありがとう。はい、そして1位と2位は渋谷駅に広告も出ます。そして1位はなんと海外リゾートに行って撮影もできます。なので今3位以内引いては1位を狙って戦っているところです。今2日目で2月9日金曜日の19時59分59秒までがイベント期間となっております。ハンズ福和内ありがとう。ひろふみベアくまさんありがとう。あ、おいたん、埼玉のおいたん、お肉まさんタワーありがとう。お肉まさん、ありがとうわ。みんながありがとうわっていうのいつも優しい。ありがとう。ねこん。今日までだから投げてみた。あ、お兄さんが、ありがとうございます、お兄さん。福は内。皆さん見てください。ジェラピケもらいました。ハンズ福は内、ありがとう。うちのニャン様ありがとう。ヤッホー、ゼラピケのソックスと腹巻きをもらいました。ゼラピケってふわふわ。ゼラピケのね、価格高騰によりね、昔はたまにジェラピケのパジャマとかもらってたんですけど、なんかあんまりもらえなくなって、あのファンの方から多分価格が上がったんですよ。だからなんか嬉しいって感じ。そう、腹巻き今ね使ってるのが一個あるんですけど、それ洗ってる時、洗い替えの時困ってたので、これは洗い替え用に使おうと思います。でこっちのモコモコ靴下はもう履きます。今あったかそう、履いちゃいまーす。久々のズラピケちゃん靴下。じゃあ、いやー落ちる。じゃあ家って感じ。あ、腹筋使った。
ありがとうございます。ほかほかです。ベッドから降りる気に なれそう、これで。なかなかこの足だけ映ることないから。貴重な一瞬でしたが、ありがとうございます。あったかいです。愛用させていただきます。皆さんありがとうございます。もこもこ大好きなので、もこもこに、ね、カメラこっちなのやりづらいな。でも顔が漏れてる気がする、いつも。これお酒好きな人めっちゃいいと思う、キュリのやつ。これほら、なんかあるよね、お店とかでさ、チーズセットみたいな、あ、チーズセット、なんかおつまみ出してくださいって言ったらさ、チーズとさ、こうチップスクラッカーみたいな。今度探してみよう。あ、こういう箱で普通にあれです、売ってます、チーズコーナーに。ワインとかね、合いそう。ユンヤン、ユンヤンあったよ今日ね。聞いてください、私毎年 ST に入ったからっていうか、もう高校1年生の時からずっと、アンパンマンチョコを、アンパンマンチョコ分かります、あの80円ぐらいのさ、クロさんレインボースター10個ありがとう、アンパンマンチョコをね配ってるんですよ、アンパンマンとかバイキンマンの顔ので、それをバレンタイン付近にまあ50個か60個ぐらい買って、メンバーとか、まあ、その日いるスタッフさんがいればスタッフさんとかにあげるんですけど、今日はめっちゃはけた、喜んでた本当。しかもさ、3期生ちゃんに初アンパンマンでしたったんですよ。だからなんか、なんだよアンパンマンとかもう食べないよって Z 世代思うのかなとか、ちょっとビビってたんですよ私。なんか今の 2.5 期も配ったことあって、1期と1期ドラさん、2期あと 2.5 期はもう慣れてるんですよ。もう、あー今年もその季節ですねみたいなリアクションなんですけど、3期生に初めてだったから、ちょっとアンパンマンチョコとかもらってくれるのかな、ちょっと緊張してたんですよ。でもアンパンマンチョコをなんで配ってるかっていうとね、なっちゃん毎年デコレーションをスマホに貼り替えてる。マジかわいい。なんでアンパンマンチョコにしてるかっていうと、チロルチョコだとなんかしょぼいじゃないですか。でも全員にこの箱に入ったチョコだとなんかお返ししなきゃいけないからって気使うじゃないですか、相手も。だけどアンパンマンチョコだったら100円しないし、食べたくなかったら、個包装だからね、食べたくなかったら誰かにあげたりとか、食べない、なんかできるし、邪魔にならないし、かつ可愛いからなんか写真撮っても映えるし、だからほんとちょうどいいんですよアンパンマンチョコが。お返しとかいらないよっていうタイプだから、ほんまにアンパンマンチョコでお返しとかほんまにいらんのよ、マジでいらんから、ほんまに気遣ってほしくなくて、ただ私があげたいだけなんよね、イベントことが好きだから。それにバランスにちょうどいいのがアンパンマンチョコなんですよ。でデコレーションもしやすいし、ただ配るじゃなくてちょっとシール貼ったりとかもしやすいから、アンパンマンチョコ配ってるんですけど、なんかもらってくれるかなって結構緊張してたんですけど、もうみんなすごい喜んでくれて、ちょっとね3期生って
みんな一部しかないのかな、わかんないけど、一部か二部しかなくて、来てすぐ帰っちゃうんですよね。で、私がさ、多分今日、お話し会終わって、で、ちょっとご飯とか食べて配信してるとかの間に多分来て帰ってる子がいるわけ。だから、全員には多分渡せてないんですよね、残念ながら。けどね、大体渡せたと思う。そう、大体渡せて、みんな受け取ってくれて、そう、すごい、喜んでくれて、なんか、安心した。なんか怖かったんですよ、ちょっと。だけど、なんかみんなにすごいいい子で受け取ってくれて、写真も撮ってくれて、よかったです。よかった。みんなまだアンパンマン喜んでくれると年だった。そう。で、あんまりね、3期生と私、本当に喋ったことなくて。なんか、楽屋で喋ってるようで、マジで喋らないタイプの人だから。なんか、本当にあんま喋ったことなくって。だけど、こう、会話のきっかけにもなるから、すごい今日それが嬉しくて。ちょっとしたことですけど、バレンタインだからチョコ持ってきた、いつもありがとうって言葉だけでも今日交わすことができてすごい良かったです。さやかりメールに送ってきた。確かにさやかりに写真撮られた。なんか一緒に撮るんかと思ったらソロでくださいって言われて、自分も喜びます。本当、まあ、自分で買わないからいいよね。そう、でもみんな優しくて良かったです。で、私毎年言ってるのが、ゆいにゃんがお返し考えてた。いらないいらない、本当に。かわいい。お気遣いなく、お気か、ん?お構いなくって。そう。リネタンは毎年律儀にね、なんか、マカロンとかくれるんだよね。うん。あ、かなうちゃんも送ってきたの、ほんと?貫通福は内10個、ありがとう。かなう、あの子マジやばい子やわ。面白すぎた。なんか、私、毎年、半分冗談、半分本気で、なんか、これ、もらってないですって顔して、もう一回もらいに来たら、私からもう一回もらえるよって言って配ってるんですよ。もらってないですみたいな顔して、もう一回来なって言って、今まで、それで来てたの、まあ、ふざけすぎた一期生、ふざけた一期生だけだったんですよ。ちょっとふざけたテンションの一期生ぐらいだったんですけど、またか、間に合わせとありがとう。そしたらかなうパーって食べて、あかりんさん私もらってないです。今目の前で食べよったよなみたいな。いや、大物やね。2個あげました。2個あげました。面白かったです。それを笑ってみる3期生って思って、なんか3期生ちゃんみんな仲いいなって思って、同期の絆みたいなのました。面白いよね。でもよかった、ビビられてなかったと思って。マジで喋んなすぎて完食。うん、やべえやつでした。お、2位まで17万差詰まったね、結構。てか4位ともう100万差離れそう。これがすごいいいかも。やっぱさ、飛び抜けるの大事じゃん、今後のメンタルのためにも。ありがとうございます。フェノム、クワウチ、ありがとう。チワワ、お庭外、ありがとう。お庭外のやつさ、めっちゃ豆がばらまかれるんだね。ヘブン、クワウチ、クマタカ、クワウチ、ありがとう。チワワ、クワウチ、ありがとう。そんな感じのバレンタイン、ちょっと早めのバレンタインでした。
で、今日コスプレするって言ってなかったですよね、私。ファンの人に。けどじゃーん、今日は、コスプレです。1位まで70万点差になってる。嘘。嬉しい。ありがとうございます。今日コツコツ配信してよかった。今日は多分コスプレするってファンの方に言ってなかったんですよ、お話し会で。けど、なんか朝思いついちゃって朝思いついちゃって、あ、チェキの時に買ったあのメイド服バレンタインにぴったりじゃんと思ってね、今日は皆さんをびっくりさせてサプライズでメイドさんの着てみました。どうですか、このリボンがね、ちょっと中に入って、みんな結構、え、メイドなのってメイドなのって言ってくれて嬉しかった。むけちゃんかわいい、結構ありがとう、びっくりしたでしょそう、タカめっちゃかわいい、ありがとう。でも自分も結構テンション上がって、なんかアンパンマンチョコ配るときにめちゃめちゃ良かった。これなんかチョコ配りお姉さんって感じで、去年はロリータで配ったんですよねチョコレート姫嬉しい、キャワタンでした、ありがとう。可愛すぎて無理。下は靴下履いてますか、え、靴下履いてまーす。あ、やばい、靴下の時にタワー開けちゃった、恥ずかしい。クロさん、お肉まさんタワーありがとう靴下の時に来ちゃった、ありがとう。開けてた、失礼。靴下は間違えた、ありがとう黒さん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか今日はお話し会やって、ファンの人と配信ファンの人に配信で話して、でまあお話し会やって配信して、お話し会やって配信してって感じだったので、で今また配信しているので、なんか一日中一緒にやってる感じします。ね、めっちゃ今日は配信は0時まで、そうちょうどです。私今日の 昼配信の合計が120分、そういった80分だったんですけど、配信の秒数全部数えたら1秒もたがわず合計120分、そういった80分でした。80分0秒でした。すごくないですか。だいたい20分配信しますって言っても19分40秒とか20分53秒とか、なんかまあ20分たんだけどちょっと誤差が出るみたいなね。そのさ、でかい誤差が10回あれば10分ずれるわけだから、結構誤差大事なんですよ、秒単位の。それが今日1秒もなかったです。なんかね、 1,2,3 回目の配信でちょっと足りなかったから、3回目のちょっとオーバーしてたから3回目の配信はジャストぐらいで切ってみたんですよ。そしたらめっちゃちょうどよくて、これはプロやって会いました。時間に正確です。そうです、ウルート知りでもウルートしてそんな感じなんだ。
そう、まあ別に機械じゃなくてもいいんですけどね長くやればいいっていうものでもないけど、まあなんかきっときっかりできて嬉しかったさすがでしょ。お弁当の写真良かったです、ありがとうございます。でもなんかリプライでタイツいらないなとか来ててタイツ派もおるでトークが心地いい。今日話し会だったからね、めっちゃ喋ってるずっと。ギフトありがとうございます。なんかその、まあ、リサコちゃんはいいんですけど、あのリアチューちゃんとユイニャンちゃんがツイッターに載せてくれてるんですよ、私の写真を。それをリツイートしたいんですけど、いいと思いますか？自分が載ってるからいいかな。え、なんかさ、3期生がインプレッションで競ってるからあんまり触れない、あのいいねとかリプとかしないようにしてるんだよね、極力関係ありそうなやつは。でも自分が乗ってるやつを無視するのもさ、なんかちょっとね、後輩だしさ、気にすると思うんだよね。けど自分が乗ってるやつはいいかな。ちょっとその辺の塩梅が分かんなくて。でもみんなリプとかしてますか？なんか私が逆の立場だったらどうだろうとか考えたら、先輩を乗せてたらなんかリプか引用リツイートかなんか欲しいなと思っちゃうんですよ。なんか大丈夫だったかなこれって思っちゃうから。そうだけどインプレッションあれだから、別に私に影響力はないけど、なんかファンの方的にどうなんだろうと思って。え、あんま気にしなくて どうなんだろう。なんかそれも作戦なんのかな、どうなんだろうな、難しいな。なんかあのノリが分かんなくて。他の1期生でリプしてる人もいた。本当フォローしたよ、ありがとう。じゃあちょっと自分の中で自分絡みのやつはいいってことにしよう。一緒にイベント出たとか、なんか私を乗せてくれてるとかしよう。申し訳ない、なんかどっちがいいんだろうって。なんか3期生ちゃんもさ、あの何ね、昇格したくて頑張ってるからさ、難しいなと思って。すごい気持ちがわかるけど、でもそれも一つのツイッターの使い方ですもんね、彼女たちにとっての。だからいっか、ハッシュタグをどうつけるかとか、どんな投稿をするかとか、誰の写真を載せるかとかも含めて SNS の使い方を今勉強してるとこだということですよね、多分。自分が関わってるやつは OK にしよう。せっかく載せてくれてるしな。なんかそれが今日結構さ、ツイッター今日更新しようと思ってて、ずっと10時20分までずっとそれ悩んでたの。そう、いや難しい。疲れんかん。じゃあそうしよう。お、11万差になってる、ありがとうございます。りさこちゃんは全然いいよね。もうりさこちゃんの時は結構喋ったんだ。はじめでは福はっち、ありがとう。なんかすごいね、だから PR 舞台をね、りさこちゃん見に来てくれてたんですよ。りさこちゃん今度卒業しちゃうんですけど、今月末かな。そう、フィアル舞台見に来てくれて、めっちゃ褒めてくれて、
そう、やっぱね、パフォーマンスもすごいさ、もう尊敬、全然7年先輩だけどめちゃめちゃ尊敬できるぐらいすごい子だったからさ、すごいね、もったいないなって思うけど、そう、寂しいですね。でも STU がね、大好きって言ってた。いい仲間に巡り会えたって、それだけでもね、よかったよね。よいしょ。そう、寂しいけど、そのさ、初めて卒業した時のこと覚えてるんだよね、ゆいもが。すごい勇気いっただろうなと思って、ゆさこちゃんもすごい勇気がいったと思う。あ、雄大ありがとう、お兄さん、お兄さんタワーありがとう、雄大ありがとう。ありがとうです、雄大ありがとう、お兄さんありがとう、頑張りましょう。ありがとう。うるさい、外。著作権引っかかるよ。お元気な車。なるせ、ありがとう。こんばんは。1時か。完全工事時間ありがとう。どうしよっかな、この1時間。エールください、頑張れ。はさまおふくわっち10個ありがとう。ワッフル作りたい、今週中に、この期間中にワッフル作りたいんだ。ワッフル、ワッフルメーカーをね買ったの、トムとジェリーの。
これジェリーのね、見て。ジェリーのね、ぺちゃんこ、ジェリーがワッフルになった、こう、やつの、あの、ワッフルメーカーができる、ワッフルができるやつだの。すごくない？でもこれをカリカリのワッフルを作りたいんだよね。そう。しっとりじゃなくて、買い替えのワッフル。ワッフル美味しい。これ今週中に作ろう。絶対楽しいよ。考えよう。かわいい。レインボースター10個ありがとう。ここでできる？あ、でもあっちでした方がいいか。多分。で、ワッフル以外にも使えそうかな。なんか何でもできそうだよね。比率変えてさ、いろいろ。どうとでもなりそう。ひらふみタコ10個ありがとう。あ、いちご。待って、千匹が届くって発送メール来てたかも。いちご、あ、ね、明日マジいろいろ届くの。いちごと、あと、いちごと、かまぼこ、かまぼこと、なんだろう、なんか、届く、何かと。そう、明日ちょっと忙しいかもしれない。あの、そうみ。こんばんは。どうしよう、この1時間。イベント中の料理配信ってどうなんだろう。難しい。わかんないよ。むずい。むずいよ。やすげき。あ、鬼熊さん、福ちゃんに話すると悩みも吹き飛びます。嬉しい、ありがとう。またかおりますと、ありがとう。
ありがとう。むずい。悩みが尽きないわ。今日話たくさんできて嬉しかった。ありがとう。ありがとう。私も嬉しかったです。昨日もね、料理配信しようと思ってね、材料買ったけど、結局するタイミングが分かんなくて、なんかずっとこんな感じで終わっちゃったのよ。なんか切り出し方が分かんなくて、意外と悩んでるんです。ショールームを熟知してるように見えて。ありがとう。正規と研究生が今気づいた。あ、そうなんですよ。そうなんです。メイドさんかわいい、ありがとう。迷う、どうしよう。むむ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 。メイドさんだから料理することにした。あ、でもツイッター結局つぶやいてない。まあいいや、あっちで考えよう。これから料理？そそうよ。行く、もう迷わない。迷わない。このまま。たとえなに。ゆみりん、写真集全ページ3位渡しに行くから待っててね。おいたミラボありがとう。あ、待って、画用紙ペン持ってきた。あのね、なんと皆さん、なんとですよ、ニートの差が10万以下に収まりました。狭まりました。すごいすごい。クッキン山猫坊主ミラボありがとう。応援ポストありがとうございます。
いやー、抜けちゃう、クワイチチェックありがとう。1位まで60万差てか配信しないのに60万差のリコチすごい。そっちな気もしてきた。頑張りたいね。ちょっと一回でも1位見たいねこれ。こんばんは。作ろう。明日も食べれるし、とりあえず作るだけ作ろう。うわっ、外がうるさいのくだりまでタイムスリップしてました。やばマジエプロンしないと。メイドさんだからいいんだよ。あれ違う。あれあれなんだ。もう今週ワッフルしか料理配信しないかもな。なんとなくそんな気がする。空気感がむずい。も入れた方がいいよね。絶対やりたいな。だとしたらさ、1時間半ぐらい撮った方がいいよね。だからあとね、メールで送った最終日のスケジュールだと、最後の配信と最後から2番目の配信の開始時間から1時間経ってないから、最後の配信の通知いかないじゃんこれって気づいちゃったのね。だからそこも一回手直しします。こんばんは。イベント参加してます。応援してくれると嬉しいです。1時間経たないと通知いかないルールはまだ健在ですよね。挟まおう。こま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 、ありがとう。1時間以上開けないと通知いかないの。そうなんですよ。あの開始時間から1時間ね。そうだったって気づいて。
ールは健在。ショールームさんね、ルールは結構ちょこちょこ変更されるから。ありがとう。レインボースターありがとうございます。ピエールクワウチーありがとう。ツインテールかわいい、ありがとう、嬉しい。鶏肉は違うか。坂上くまくまくま、ありがとう。え、キムチ鍋に鶏肉って違いますよね。どうですか、鶏肉持ってきちゃった、あり？豚の方がいいよね、両方。豚に鶏肉を求めてないんだよな。でも美味しいは美味しい。買いだめすぎでしょ。雪見大福がさ、めちゃめちゃあるんだけど。貫通福はうち10個ありがとう。ちょっとちょうだい。いやいやあげません。パカフクワウチ10個ありがとう。おいたんべやありがとう。イベント頑張ってください。頑張ります。目指せとりあえず2位行きたい。頑張る猫。あとキムチ入れます。
か久々に料理配信してる。あとは締める。オイスボックスが大量にある今日食べれないな、これキムチ鍋。作るだけになる。明日の昼食べよう。それでいいや。配信に集中。いつもダラダラ料理するから。なんかせかせかするのが性に合ってないかもしれない。あ、みかんジュース最後の一本冷やそうって。うわー、ママミンシー飲みたい。ママミンシーってカフェイン入ってるよね。やめよ。セブンありがとう。おいたありがとう。ね、見て、ジェルボールさ、福田さん、あかりさん、個人的にはある程度の結果が欲しいですね。そうですね見て、ジェルボールね、110個も買っちゃった。昔さ、70個入りを2個買って後悔してたのにさ、110個買っちゃったんだけど。ねえねえ、でもさ、1週間に3回しか洗濯しないとして、何年かかるんだ。めっちゃ安かったよ、110個でね。それはおかしいです。わかる。110個で2180円。北沢いちご、どんな感じ？北沢いちご、いちごちゃん変な子。人のこと言うなって感じやけど、私リサコ、リサコ、リサコと今日
話せてよかった。コスプレかわいい、ありがとう、ハートありがとう、豆ありがとう。ポスト。よし。よーし。あ、骨盤打った。今日のメイド服こんな感じです。メイド服っぽい衣装あればいいのにね。何が似合うかな、この衣装。ご飯ご飯ご飯、風邪をひいたみたい。なんかちょっと優しくして、コンコンコン、熱もちょっとあるわ、おねこそっと触ってみて、心配してる、あなたが好きよ、この恋は幻想中。信じられないと思うんですけど、今ダンス全部適当です。全部適当、追ったことないし。今の全部適当です。めっちゃぽかったやろ。めちゃめちゃ悪い。レンコン、うわっ、クロミンタワーありがとう、目指せ1位で写真集、ゴーファイブゴー。ありがとう。間違えても堂々と知ればいい。ううん、知らないのふりを。推しが踊ったのが正解。優しい。クロミンありがとう。あ、これは本当です。
体育館の西側の階段はダダダデデデデデのすれ違う唯一のは偶然昼休みになんだかよなだろうさりげなく君の姿探してたんだチュ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 ここはわからん、ここから聞き覚えのある声ふっふぅロモはず振り向いたな願い事叶うようにこっからここ、ほんと向こうから君が来た僕の好きな最強すぎて似合いすぎて拒否するなんで二つに結んだの男たちは首だけ今日の君は最強ツインテールもっともっと好きになる今世界で一番可愛い可愛いトン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 これは本当ありがとうミケちゃんありがとうあ、ナメのこと完全に忘れてた優勝優勝イエーイトン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 福田島トン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 の病気にかかってますあやったかめっちゃ可愛いタワーありがとうめっちゃ可愛い可愛いなんかここに来ると全身使えていいなそれはそれでめっちゃ可愛いタカめっちゃかわいい。タカありがとうわ。やばい、部屋が散らかってきた。イベント中だから。クちゃんかわいい、ありがとう。頑張れ、頑張るよ。まさかふわうちありがとう。私画用紙大体、まあ、ドンキとか文房具屋さんとか百均とかで買うから、まあ、せいぜい一冊、まあ、150円とか100円とか、まあ、200円から高くてもなんですけどこの前瀬戸チャレで1200円の画用紙使いました。びっくりした、分厚すぎて。私その1200円の画用紙にあの何て書いたかな、海とかクイズでさバーンって見せるやつあるじゃん。じゃあ次福ちゃんはいみたいな感じで、あれでなんか海とかだけ2文字だけ書いて、もったいねってなった。すごい分厚かった、あんなに分厚い画用紙。いやびっくりしてたよ、芸人さんもえみたいないや普段はそんなんないんですよ、普段は普通の画用紙なんですよ、多分普通の文房具屋さんの、なのに多分なくてめちゃめちゃ分厚いなんか本気の画用紙に2文字だけ書いたので、あれマジもったいなかった、緊張しました。あとしれっとめちゃめちゃツイートしてるので、あのよかったら見てください。なんか3枚にまとまっちゃったんで、りさこちゃんの写真だけ大きく載せました。カナウがかぶってる、ほんとだ、コラージュ下手すぎて写真かぶったりでかかったりしてごめん。焦りながらツイートしたから、ハンズーコアウチありがとう。えっ、シーバスさん
ラルスありがとう。シーバスさんありがとう、ありがとう、ありがとう。魚人間頑張ります。に登れそうな気がしてきた。なんか見えない。なんかこの2日間で鬼のクマのイラストいっぱい描いたけど一回もしっくりきてない。むずい鬼クマ。なぜかっていうとね、クマの耳と鬼の角が一緒の場所にあるんですよ。ちょっと来年は頑張りたいな。来年の節分も一緒に過ごそうね。トラピーありがとう。マッサージか。あのね、今日ね、あの3期生にも言われました。あかりんさんは卒業しないでくださいねって。あのね、ファンの人によりね、メンバーに言われるんですよ。あ、ユミコ行った、ミチュ行った、ミナミ行った、でヒナ行った、あ次福田だって絶対思われてるの。近くで見てるメンバーが一番分かってんだよな。だからマジ大丈夫ってか、それほんまになんかおもろくて、それがみかちゃん、クワッチ10回ありがとう。大丈夫です。あの来年の節分もみんなと過ごす気満々なんで。だってまだみんなヤンマガウェブの無料分まだ見れるでしょ。ありがとう。いやマジで帰省のラッシュがな、辛すぎて。なんかお話し会でも結構その話して考えさせられました。初期から STU をしてるファンの人が心配。シーバスありがたわ。心配してるよ私は。あと800日見れる？2年と福は10個ありがとう。うわめっちゃできてる。肉入れ忘れてた。卒業発表しそうな空気わかるもの。いやメンバー特に同期かな、まあ、わかるね。結構わかるかも。なんかわかる。なんか卒業発表するんだろうな、そろそろ。その明日とかじゃないけど、する時期が来るんだろうな、この子もうすぐとか思っちゃう時はあるよ。で大体それ私当たるんだよ。だからあんま考えないようにしてる。悲しくなるし。私は誰が卒業 しても、どんなメンバーが入ってこようと、STU48 は素晴らしいグループだと思ってるから、寂しいけど、なんかそれ最後まで STU を楽しんでほしいから全力で見送るし、卒業公演とかを盛り上げて全力で見送るし、入ってくるメンバーにはなんかもう自由に好きな STU を、新しい STU をいっぱい作ってほしいなって思う。二日ものながらなんか大した人間じゃないから難しいんだけど、あとね、止めたいけどさ、もう二十何歳とかなったらそんな責任持てない。ライフスタイル的になんかね、特に女性はさ、若いうちにしかできないことがいっぱいあるし、マジで責任持てないから。坂文ありがとう。感情くも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 ありがとう。ありがとう。ひろふみありがとう。こんばんは。
ありがとう。え、2位になった？え、ほんとだ！ありがとう！2位、確かに、カニ。アホなことしてる間にクマが飛んだ。背番号48、クマちゃんありがとう。嬉しい。33万で1位。もう今日1日みんな頑張ったよね、本当にありがとうございます。アリちゃんとやったカニ。アリちゃんとやったカニ。あ、黒さん、ケイ船長ありがとう。ありがとう、鬼タワー、ウリタルクマクマ、ありがとう。確かに。ありがとう。ちょっとね、本気で描いてみたんよ、鬼クマを。やばい。クロさん怖くて泣いちゃうかも。クロミンラブレター10個ありがとう。あ、私結構イラスト上手な方かなと思ったけど、鬼クマだけは最後まで描けんかったわ。ありがとうございます。2位おめでとう、ありがとう。泣く、あ、泣いちゃった。泣いた後に怖いよね。いつも頑張って尊敬します、ありがとう。頑張る、不器用なんですけどね、ほんとなんか不器用すぎる、マジで。それが結構悩みだったりするんですけど。くまたか、ふくわうち10個ありがとう。不器用なんですよね、何事も。不器用だよ。あと10分やば。カズ福岡10個ありがとう。クロミー福岡10個ありがとう。明日の予定は、明日は昼の12時15分。え ?12 時15分 ?12 時。あれ何分だっけ ?12 時15分からです。さあ、レインボースター10個ありがとう。でもなんかちょっとさ、1位に1回もなってないから、今日ちょっと1位の背中が見えて嬉しいです、ありがとうございます。カンツレインボースター10個ありがとう。もう鍋はできたけど食べません、もうこの後1人で食べます。カンツレインボースター10個ありがとう、たくさんありがとう。今日はお話し会の合間に皆さんお忙しい中ね、応援にたくさん来てくださって本当に嬉しかったです。父ちゃん終わった、終わったんだ。そうなのか。ありがとう。ハートありがとう。すごいたくさん励ましの言葉もいただいて、お話し会とかで、すごいね、嬉しかったです。
ありがとう。リコチ配信したリコチ多分舞台なんだと思う今日で、多分帰ってきてるのかな。私ちょっと舞台出たことないから分かんないけど、ありがとうございます。節分、あと純粋で節分も楽しかったです。節分は勝手にあの第二の誕生日だと思ってるんで、はい、それも楽しかったです。ありがとうございました。一緒によろしくお願いします。あ、もうすぐ始める、あ、そうなんだ。でもそれでもじゃない、それでもだよ。クロさんリンボスタジックありがとう。それでもこれは素晴らしい。南国ジェラートに連れてってあげたい。ありがとう、頑張ります。おいたの福内ありがとう。いや、すごい大きな一日でしたよ今日。しかもさ、土日が今日で終わりだったんですよ。もうあと全部平日なんで、お昼もみんなにたくさん見てもらえるっていうのは今日だったから、最後がよかったです。ありがとうございます。あの、かしった。まあ2日目だ、終わった、終わりムードになってますけど、あの全然2日目なんで。まだはさまふくおうちじっこありがとう。2日目なんで明日からもあの気を抜かずに頑張っていきたいと思います。絶対に写真集出したいので頑張ります。皆様のここまでの応援を絶対無駄にしたくないしね。無駄にはならないけどさ、絶対どんな結果になろうと無駄にはならないけど、やっぱ形に見える結果は欲しいじゃないですか。だから頑張りたいです。なるせ、くまくまくま、くま10個ありがとう。おにくまさんともお別れ、今日でありがとう。頑張る。ハートありがとう。みんな明日のお昼待っててください。リコチ来た？怖え！今24万ポイント差？うん？うん、怖い怖い。まあ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 。そう、しょうがないしょうがない。今日一日分の思いは多分全部5分にファンの方々がぶつけるから、怖い、怖いから見ないよ。私は怖い、怖いから見ないよ。見ない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 よ。ランキング読もうかな、そろそろ。画面からリコチが消えてる。ランキングいます。はさまおう、ありがとう。なるせ、ありがとう。
雄大ありがとう。シーバスありがとう。あ、19万差まで一回行ったんだね。ウツボありがとう。シーバスありがとう。どこでもドア笑顔、隠れ鉄です。そっと応援してます。ありがとう、そっと応援。すごい力になります。刺激ありがとう。ウツボありがとう。ありがとう。笑顔で頑張ります。笑顔、最後笑顔になれるように。よし、元気。明日からまた会議中にたくさん見れると思う。楽しみ。会議中クビにならないように。セブンありがとう。埼玉のアイタンありがとう。タカ、お話しかありがとう。福田大好きマン健在だよ。お互い頑張ろうな。お互い頑張りましょう。ありがとね。クロミン、ここしばらくのイベントで一番ガチに気合入ってます。私も気合入ってます。一緒に頑張りましょう。ミケちゃんありがとう。カンズありがとう。1位は工藤さん、 K 船長ありがとう。はい、というわけで1位まで19万ポイント差まで今までで一番詰めることができました。イエーイ、ありがとうございます。すごいです、本当に。今日一日もう皆さんと一緒に頑張ってよかったです。ありがとうございました。いっぱいねゲットしてくれてありがとう。チャレンジとかも、工藤さん、ケイ船長、またタワーありがとう。お兄さんタワーありがとう。節分おしめなのにレインボーストジックありがとう。というわけで、私が福田を当てたらストーチって言ってください。お荷物と福田はストーチ、サンドの飯は飲んで決まり。香川県出身のくちゃんこと福田会でした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れんこ、やしみんゼミです。工藤さん、タワーありがとう。やしやきレインボーストジックありがとう。本当にありがとうございました。明日お昼の12時15分からお待ちしてます。カンズ、コマ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 、ありがとう。夜の方は7時半からです。ジョファーナルセイありがとう。またね。アトム、ちのニャン様ありがとう。コマ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 、ニャン様、ニャン様ありがとうございます。ミッションクリアの方よろしくお願いします。あー、緊張した。楽しかったね。でもいっぱい会えてよかったし、メイド服も褒めてもらえて嬉しかったです。またメイドさんで登場します、いつか。ありがとうございました。ラブ、大好きです。ありがとう。皆さんありがとうございました。絶対写真集発売しましょうおやすみ。ありがとう。またねー。